南市の観光 PR をする日南サンフレッシュレディ退任式と認定式がテクノセンターで4月14日に行われました。任期を終え退任した岩下真里奈さんと村上里穂さんに日南市観光協会より感謝状が贈られました。本当に多くのことを学び経験できた1年で、私にとっては本当に大きな1年となりました。これから日南市民の一人として大好きな日南市を PR していくために、これからも頑張っていきたいと思います。サンフレッシュレディの活動では心配をおかけすることもありましたが、観光協会の皆様、仕事で携わった皆様、応援してくださった皆様、家族の支えがあって ここまでやり遂げていけました。本当に感謝しております。この経験を日々の生活に生かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。今年度で26代目となる2014日南サンフレッシュレディに認定されたのは前田ゆりなさんと松田千里さんで、認定書と記念品、目録が贈呈され、退任した2人のレディからたすきがかけられました。生まれ育った大好きな日南市の PR 活動をさせていただく機会を与えていただいたこと、大変光栄に思っております。1年間を通して多くの皆様に日南市の魅力をお伝えしていきたいです。また目配り、気配り、笑顔を大切に、皆様に愛されるレディを目指して頑張りたいと思います。九州は宮崎、宮崎は日南市と思っていただけるように、一人でも多くの日南ファンが自然に増えるように、私自身が楽しみながら、そして笑顔を大切にしていきたいと思っております。1年間よろしくお願いいたします。この後レディたちは市内の関係機関へ挨拶に回りました。日南サンフレッシュレディの直近の活動は、週末に福岡県で開催される宮崎県の PR イベントや広島県のマツダスタジアムで日南市の PR など、年間およそ40件の活動を控えています。